こんにちは、小助です。今回はオホーツク海沿いの江差町までヒグマを食べに行ってきました。途中誰もいない観光スポットに立ち寄りつつ、林道を走り、熊のいそうな山の中の滝へ。無料キャンプ場の開拓も兼ねて、北海道産ヒグマのカレーを食べに行く車中泊旅、白熊のようなパンちゃんと一緒に行ってきます。本日朝の時点で外気温は20度。ようやく北海道も朝晩涼しくなってきて、車中泊がしやすくなってきましたね。本日はこれから久々の車中泊、道の駅マリンアイランド岡島まで行きたいなと思います。江差町かな。だいたい新千歳空港からだと330キロ。途中マイナーな観光地に立ち寄りながら、この道の駅を目指したいと思います。ここに売ってる熊肉の入ったカレーが食べたいんですよね。では行きましょうか。ではどんどん北上していきましょう。ここ最近ずっと熊には悩まされてきたので、今日はその熊を食べてしまおうと思っております。でまず最初に行くのは美深町かな。江差に向かう途中にある美深町で、山本五十六連合艦隊司令長官の護衛についてた人の慰霊碑かなんかがあるんだよね。ちょっとそこに立ち寄ってから行きましょうか。ようやく美深の街中に入りましたね。日曜日のお昼の街中、誰もいないね。一っ子一人いない。でこの辺を下に降りるみたいなんだよね。どこかな。あ、ここだ。もう手塩川のすぐそばですね。ナビによるとこの辺にあるみたいだね。ここを左、ここを左。これかな。多分この公園の中にあるんじゃないかな。ではここに車を止めて行ってみましょうか。到着いたしました。多分ここだと思うんだよね。どこだろう。この公園内のどこかに、あそこかな。これじゃないかな。あ、そうだ、不滅のゼロ戦魂、柳谷賢治の碑ですよね。山本長官らを乗せた一式陸上攻撃機2機はゼロ戦6機に護衛されていたが、暗号漏洩によるアメリカ陸軍戦闘機16機の待ち伏せ攻撃を受けた。柳谷賢治氏はゼロ戦の名飛行士として、他のゼロ戦とともに必死に防戦をし、米軍機1機を撃墜したが、山本長官の乗った機は撃墜され、長官は戦死した。護衛したゼロ戦の飛行士中5人は終戦までに全員戦死し、後の空戦で右腕に重傷を負った柳谷氏のみが終戦まで生きていたということですね。まあ、この柳谷賢治という人は、山本五十六が撃墜された時に護衛してたゼロ戦の飛行士だった人なんですよね。この美深町出身ということもあって、ここにあるみたいですね。では行きましょうか。で今回実はここに来たかったっていうよりも、松浦武四郎の江差手下に宿営地が歩いて行ける範囲にあるんだよね。そこに行きたかったので、まあ、ここも立ち寄ったという感じになっております。
じゃあ早速松浦武四郎の宿営地行ってみましょうか。ここから400メートルでございます。では行きましょうか。ここかなすごい道だね。ここを左だね。ここあった。本日2つ目の立ち寄りポイントがここでございます。松浦武四郎宿営の地。松浦武四郎は1857年6月9日天塩を出立。天塩川を遡って6月13日の夜、この地のエカシテカニの家に一泊した。6月12日調査6日目、本当出発してすぐ宿泊した地だったみたいだね。6月6日ここがスタートだよね。でずっと南下して今がここと、6日目にここにたどり着いたみたいだね。松浦武四郎もすごいよね。ちなみにこのすぐそばに北海道命名の地もあります。ちょっと北に行くと北海道命名の地ありますよね。というわけでここが松浦武四郎宿営の地でございました。6日目に泊まった場所ですね。今はもちろん何もございません。さあそれじゃあ行きましょうか。でここから確か熊彼が売ってる道の駅に行く途中に滝があるらしいんだよね。ちょっとダート走るんですけど、なのでここも寄ってみましょうか。かなりマイナーな滝だと思いますが行ってみたいと思います。それでは行きましょう。あ、この正面にあるの駅なんだねすごいコンパクトな駅ですね。もちろん踏切もあるので現役の駅なんだと思います。僕北海道あちこち行ってますが、この道は初めて通ると思う。今まで通ったことのない道ですね。でも北海道9月入ってようやく北海道の夏らしい気候になってきましたね。最高気温が上がっても、30度ぐらいまで。で、カラッとしてて朝晩は涼しいという感じになってまいりました。なんかこう、夏のピークが高くなって後ろにどんどん伸びてる感じはしますよね。もう北海道といえど、真夏の車中泊はかなりしんどくなってきたなという気がいたします。あ、江差町に入ったね。今日はこの江差町で車中泊する予定でございます。滝のそばまで行くには林道を走らなきゃダメみたいなんですが、ただそこ鮭の遡上が見られる滝みたいで一応観光地化されているらしいです。なんとか行ってみたいね。そろそろ滝に向かう林道があるはずなんですが、もうこっから先はナビには表示されてないんだよね。なんで看板とかを見つけていくしかないと思います。この先にある川を渡る手前にあると思うんで、ここか、これだきっと当然ですがこの奥の方は熊の生息地なので確実に熊は
どこかにはいると思います。あ、かなり狭い林道なので車はすれ違えないね。多分距離的には3キロぐらいかな。なんで10分ぐらい走るとあるんじゃないかなと思っています。あ、ずっとここ川の横を登っていく道なんだね。ちなみに鮭が登れる滝なので、そんなに落差のある滝じゃないと思うんだよね。こじんまりとした滝だとは思いますが、まあでも初めて行くところはワクワクしますよね。お、まさかこの下じゃないよね。ちょっと待って、ちょっとここの下だったらノアだと降りれないね。いや、多分違うかな。もうちょい先じゃないかと思います。さっきの分岐あたりからかなり道が悪くなってまいりました。ちょっと厳しいかな。お、ここかな。いや違うか。ちょっと待って、一応もう一回マップで確認しましょうか。いやー、どこかな。今 Google マップ見るともう通り過ぎてるっぽいので、多分さっきの車では入れなさそうなところだと思うんだよね。ちょっと戻ってみましょうか。電波はないので新しく読み込むことはできませんが、この下の方から登ってきたんだよね。なのでもう通り過ぎちゃってますもんね。じゃあちょっと戻りましょうか。本当にここを観光客が来る場所なのかな。多分この辺に滝があるんじゃないかと思いますが、じゃあとりあえずここに車を寄せて止めようか。よっと、多分ここを降りてくんだろうね。これちょっとノアでは降りられないので歩いて降りようか。熊出そうだね。鈴持ってこよう。一応道はあるので最低地上高の高い車だと降りられると思いますし、バイクとかでも降りることはできそうですよね。おお、ここが獣まない滝、獣まないの滝だね。よっと、あ、なるほど、あれが滝だ。じゃーん。落差はあまりないんですが、あそこちょっとこうすぼまってるということもあって流れの強い滝ですね。でここに10月になると鮭が登ってくるみたいですよ。なんで多分この辺が鮭でいっぱいになるんじゃないかなと思います。さすがにここ日差しも遮られてますし、川の近くということもあってか涼しいですね。では戻りましょう。もういつクマが出てきてもおかしくないからね。車上に止めると歩いて1分ぐらいで滝は見られるんじゃないかと思います。
本当に秋になったらここ観光客来るのかな。なかなか来づらい場所ですよね。それではマリンアイランド岡島に行きましょう。こっからだと 9.5 キロですね。まあ、ただ林道を走るので30分ぐらいかかると思います。さあではよし行きましょうか。去年おっと大丈夫かな。ここはあれだね、秋になって紅葉が進めばかなり綺麗そうだよね。で葉っぱも落ちると日差しも入りやすくなってくるので明るくなるし、で鮭も見られるしということで、来るなら秋がいいんじゃないかなと思います。ちょっとマイナーすぎる観光地ですが、すごい静かなところでしたね。あ、やっと林道が終わりだね。ちなみにこの林道の入り口には何も書いてないです。なので何を目安に入るかというと、停留所があるね。一本松っていう宗谷バスの停留所があるので、そこから入るといいんじゃないかなと思います。なんか北海道らしい気持ちいい道ですね。あ、道路の向こう側に海が見えてきましたよ。多分オホーツク海ですよね。で今日車中泊する場所なんですが、その道の駅のすぐ横に無料のキャンプ場があるんですよ。で僕一回利用してみたいなとずっと思っていたので、今回はそこで車中泊いたしましょう。で海沿いに出たらもうすぐ目の前が多分道の駅だと思います。そうだね、その右手にあるのが道の駅ですね。じゃあここでクマ買ってきましょうか。クマ買ってまいりましょう。ちなみにキャンプ場はこの左に入ったところにある、あの左側だね、あっち側みたいです。まずは買い物からしていきたいと思います。到着でございます。マリーンアイランド岡島。江差町は北海道宗谷管内の最南部に位置し、人口約8000人の農林水産業を中心とする町です。鮭やホタテなど、あ、そっか、さっきのところ鮭登ってくるんで鮭も取れるんだね。海産物が美味しいみたいだね。でここがキャンプ場になっています。車中泊はあそこの駐車場でする感じですね。海が見えて気持ちいいよね。では買い物してまいりましょう。餃子カレーパンとかも美味しそうだね。あったクマカレー。今日はこれを買いましょう。1080円です。毛ガニラーメンとかも美味しそうだけどね。さあ買いましたよ、クマカレー。あ、上登っていこうかな。ここ景色見えるんだよね。いいね、気持ちいいですね。でこのキャンプ場の横にある駐車場で今日は車中泊いたしましょう。今お店の店員さんに聞いたら、まあ、特に手続きもなく無料で使えるということでございました。明日の朝天気良ければ、これ東側に向いている海なので朝日見られるかもしれないね。じゃあご飯食べましょうか。ちなみにこのキャンプ場から一番近いコンビニは
江差町のコンビニがね、セイコーマートになります。だいたい距離は8キロぐらいのところにあるので、まあ、買い出し行くときはここに行くということになりそうですね。まだ時間も早いし、セイコーマートぐらい行こうかな。じゃあ江差の街中に一旦行って、セイコーマートで買い物してから戻ってきましょうか。クマカレーは買ったけど、カレーだけだとちょっと飽きちゃうからね。あ、すごい、このオホーツク海の海沿い、みんな釣りしてますよ。釣り竿がずらっと並んでる。なんか釣れるんでしょうね。あ、鮭か。ここに川があるんで、多分鮭が釣れるんだと思う。普通に北海道産の生サンマ100円で売ってるね。今年はサンマ安いのかな。ホッケとか八角も安いですね。戻ってまいりました。マリンアイランド岡島で、キャンプ場の駐車場に車を止めましょう。では今日はここに車を止めて車中泊いたしましょうか。さあ、それではご飯にいたしましょうか。クマカレー食べましょう。なんと北海道産クマ肉使用なんで、ヒグマですよね。ヒグマの肉を使ったクマカレーでございます。作ってるのは北斗だ。この北斗って北海道のレトルトカレーを作ってる会社なんだよね。まあ、レトルトカレー以外も作ってるかもしれませんが、ちょっと変わったレトルトカレーは結構北斗っていうところが作ってることが多いと思います。多分ね、味濃いと思う。ここの会社のカレーは味濃いめですね。これ缶切り必要だね。カチャッと開かないんだね。あったかな。あるよ。缶切り入ってた。まあ、なんせ日本縦断してる車なんで、大体何でもどっかにあるんだよね。では早速開けてみましょう。お、缶切り使うの久々だね。さあ、これがクマカレーでございます。匂いは普通のカレーですね。で、どうやって温めようかな。普通ならお皿に出して電子レンジか、レトルトカレーだったらレトルト程度温めるんですが、鍋かな。で、このまま入れるとギットギトになるので、これ敷いて温めましょうか。これでちゃんと温まるかな。結構粘度が高いね。ドロッとしてます。では温めていきましょう。あ、先にご飯作ろうか。で、カレーを温めていきましょう。カレーは弱火でじっくり温めていきます。ちなみに匂いは普通にカレーだね。特にこう獣臭がするわけではないです。結構ルーは多めだね。
さあこれがヒグマのカレーでございます。で、熊肉はほとんど入ってないこれかな、多分これがそうだよ。でも見た感じ、ほんとこれ1個しか入ってないぐらい、めっちゃ少ないですね。で、ルーはすごい多いので、まあ、2人前ぐらいありそうだね。じゃあ食べてみましょう。ついに熊をいただきます。ん？臭みは全くなしだね。味はもうカレーの味しかしない。で、食感は結構固めなんですけど、繊維がしっかりしてる感じだね。豚肉のもも肉の繊維をめっちゃ太くした感じかないや、ちょっと待って、熊肉あれしか入ってないのかな。あ、こういうちっちゃいのもそうかな。あ、カレー自体は美味しいよ。なんか普通のちょっと濃い味のカレーっていう感じだね。で、ちょっと辛めです。せっかくなんで、さっき買ってきた唐揚げも入れて食べようかな。じゃあちょっと熊カレーに入れて鶏と熊のマリアージュですね。当然だけどカレーに全く臭みはないので、何の肉追加して入れても美味しいね。改めてこの熊カレーの原材料を見てみると、牛とか豚の脂は入ってますよね。で、まあ、ここに熊肉って書いてるので、まあ、熊の肉も当然入ってます。で、内容量 410g なのでめっちゃ多いと思う。北海道の雄大な大地に生息するヒグマをカレーにしました。北海道ならではのカレーをお楽しみください。なかなかヒグマのカレー美味しかったんじゃないでしょうか。ただいま夕方の5時半になりましたが、涼しくなってきた。もう全然暑くないね。で、湿度も低いのでさらっとしてますね。もう太陽が沈んできましたね。扇風機を止めてもちょっと肌寒くなってまいりました。ではそろそろ寝る準備しましょうか。もう10日ぐらい前からは考えられないぐらい涼しくなりましたね。今窓を開けたら寒かったんで閉めました。10日前はもう暑くて車中泊したくないって言ってたもんね。この後の天気予報を見てももうずっと朝方の気温は15度から18度ぐらいですよね。で、最高気温も25度に届かない日が多くなってきます。いや、やっぱ9月入ると北海道ぐっと気候変わりますよね。こっち置いて、よいしょ、はい、おいで。さあ、それじゃあパンちゃんと一緒に寝ましょうか。ではおやすみなさい。おはようございます。朝になりましたね。ちょっと外散歩してみようかな。パンちゃんまだ眠たいみたいだね。おお、太陽は見えませんが、なかなか気持ちのいい朝日ではないでしょうか。前はこのへさ中って書いてる正面のスペースがキャンプ場だったみたいだね。何年か前からここに
ここになったみたいですが、向こうのスペースの方が気持ちよさそうだね。もうちょっとで太陽が出てきそうだね。お、見えてきた。朝日が出てまいりました。ちょうどいいタイミングだったんじゃないでしょうか。いや、気持ちいい。雲がちょっと変わった形になってますよ。うろこ雲というか。それでは、綺麗な朝日も見られたので、朝食にしようかと思います。このキャンプ場、いいところですね。道の駅も目の前だし、予約もいらないし、お金もかからないと。では、朝ごはんいただきましょう。で、今日の朝食なんですが、この中から選びましょうか。北海道エンガレスープカレーのスパイシーチキンか、エキゾチックジビエ、あとはオホーツクホタテ、3種類あります。ちなみにスープカレーですね。なんかこれ僕もらったんだよね食べてみてくださいっていうのでいただきました。エンガルのスープカレーみたいだね。あ、ここオホーツク海沿いなんで、オホーツクホタテもいいし、昨日クマ食べたんでジビエつながりで、これ鹿かな？鹿もいいよね。鹿にしようか。で、これはレトルト亭でいけると思います。ちょっとはみ出てるけど、途中混ぜながらうまいこと温めましょう。さあ、もうご飯が出来上がりました。最近のレトルトカレーって本当美味しいので、お、美味しそう。さあ、これがエゾシカのスープカレーですね。多分これがエゾシカ肉だと思います。じゃあちょっと食べてみましょうか。いただきます。スープはスパイシーで、味はあっさりめだね。で、これも獣臭さはやっぱりないと思います。やっぱりジビエはカレーにするのがいいよね。あの、昨日のクマカレーは結構味濃くて、 2,3 人で食べたい感じだったんだよね。だけどこれはそのまま食べてもそんなに濃くなくて、朝食にはちょうどいい感じだね。あっさりしてます。僕はまあ普通のカレーも好きなんですが、スープカレーも大好きなんですよね。まあ、かなりのカレー好きでございます。うん、美味しいね。これではコーヒー飲んだら帰ろうかな。じゃあコーヒーいただきます。うまい。
さあ、それじゃあ今日はこのコーヒーを飲んだら帰りましょうか。日も出てきてかなり気持ちよくなってまいりました。朝ちょっと寒かったけど、今は外気温18度ぐらいでしたね。なかなかちょうどいい感じではないでしょうか。今回熊肉のカレー初めて食べましたが、普通にカレーにすると臭みもなくて美味しかったね。肉自体は油が少なくて豚もも肉みたいな感じだったかな。で、鹿肉もそんな感じです。油が少なくて繊維がしっかりしててちょっと硬いので。ただ熊の方が一本一本の繊維はかなり太くて力強い肉でございました。というわけで今回の動画はここまでとなります。また次回の動画をお楽しみに。